2014年5月19日の京成ブラインの様子です。おそらく今年から早朝営業というか、早朝6時から開園されておりまして、ちょうど今6時10分ぐらいだと思います。ちょうど朝日が当たっていますので、綺麗に見えていると思います。全体、ほぼ満開ですね。ほとんどの花が咲いてきていると思います。早朝ですんで、まだそんなにお客さんはいらっしゃってないので、静かに咲いている様子が伺うと思います。また日の当たり方が普段とは全然違って見えますので、少し暖かい暖色系の色に見えているかと思います。ウェディングアーチの周りですね、これもバラがたくさん咲き損っていると思います。現状噴水は出てないようですね。ではちょっと左手行ってみます。ここは階段を降りていきます。そうですね、今は多分ほぼ満開であると思います。これはサラサというバラになります。その横に、スプリングコサージュという、いわゆるフリルの感じで、可愛らしいなというふうな色をしてピンク系のバラが咲いております。でこれがコサージュですね。サラサというふうになります。で、こちらの方がちょうど真ん中のところですけども、ほぼ、どれもこれも満開という感じですね。これがちょうど朝日を浴びていますので、これはほのかというバラになります。こちら右手の方をちょっと見てみますね。このバラも面白いバラですね。ピンクと、赤が混ざっているような形になります。これはグレーフィンソニアって書いてあります。そうですね、日の当たり方がちょっといつもと違うので、とてもこれも面白いバラですね、本当に。でこちらを、これはダイオンス側に向かっていると思っていただければいいます。この赤いバラはタイムレス98というバラになります。タイムレスということからして、ずっと咲き続けるんだと思います。あるいは時を忘れるほど綺麗という意味でしょうか。こちらですね、これは本前の赤いバラですね、エクスプリアですねと、このピンクがうららです。で今まではうららは一緒に植えられていなかったと思います。赤一色のこれはタワーっていうんですかね、いうふうなものだったんですけども、でこれピンクと赤が鮮やかに今咲いております。今日は天候良さそうですけども、とても綺麗に映っております。それからこちらの方ですね、さらに映ってみます。できればバラの名前も分かるようにしていきたいと思います。これエレガントレディって書いてありますね。でこれは先出しのエレガントレディということになります。で結構大輪のバラですね。こんな感じで、大きく花を咲かせていると思います。名前の通りですね、とてもそのエレガントな感じがすると思います。優雅な感じっていうんですか。
で、その横がですね、これは綺麗なあのピンクのバラになりますけど、これは春芳、あの春のかぐわしきさというふうに言っておりますので、こちらがそうですね、この咲き出しの状態と思います。それからこちらがですね、全体にこうたくさん咲いている状態がわかると思います。ここがですね、ちょうどこう大音質が前にありますね。で、その前にはあのアーチのがたくさんあるんですけども、まあ、それも今本当にあの、ここがあの黄色いアーチですね。で、ピンクのバラと、本当にこうものすごい勢いで今が満開だなっていう感じになります。これはあの桜がすみという、あのこれも本当にあの綺麗な、花の形をしているバラなんですけども、あのこれはつるバラ系のですね、この春があの桜がすみは何箇所かこのバラ園に植えられております。ちょっと見てみますか。はい、まあ、あのいわゆるこう花がすごい密集していて、あの綺麗に取れ見えるんですね、というふうに思います。これ桜がすみですね。それからまた、温室はもう一つですね、こちらの方にももう一つあります。で、少し見に行ってます。まあですね、ここのあのまあ温室前ですねに来ますと、ここから見てみますね。で、これがあのまっすぐに見えるのがあの、まあ、最も大きいアーチなんじゃないでしょうか。これあの今満開ですね。それで、左側がピンクのバラ、右側があの白いバラというふうになってます。で、これまあ近づいてますね。こう置いていくんですけど、そうですね、これはあの、まあ、青空の下ですね、ちょうどこちらから日が当たってますので少し真っ白くなっていってますけど、真っ白い方はあのいわゆる新雪、まあ、新しい雪と書いて新雪ですね。左の方があのピンクの羽衣というバラになります。もう何とも言えず美しいですね、本当そう思います。で、このその新雪の右側にあるのがあのこれがピエール、あ、じゃあごめんなさい、プリンセス・ドゥ・モナコ、あのモナコ王女っていうふうな意味ですね。そういうあのプリンセス・ドゥ・モナコ、これはあのこうあのピンクの色とですね、それからあの花びらの優しさがすごく、ぴったり合ってるようなあのバラになると思います。本当にこれもあの、おそらく、まあ、世界中で人気のあるバラだというふうに思います。モナコ王女様って、まあ、いわゆるグレース・ケリーっていうのを思い出すんですけども、あのおそらくそれにちなんで作られたのがあのこのバラだということになります。で、このプリンセス・ドゥ・モナコにあのついてはあのプリンス・ドゥ・モナコ、まあ、モナコの王子様というふうなあのモナコ公国ですね、王子様というバラもあります。それはあの、赤い、もっと赤い縁、濃い赤の縁がそれですね、があの、まあ、簡単に言うとカップルであるということですね。それからあの、カリフォルニアドリーミングっていうあのちょっと代理のバラがあるんですけども、それもあのプリンセス・ドゥ・モナコのファンの方が作ったというふうにして、あのこのプリンセス・ドゥ・モナコっていうのはあの非常に人気の高いバラだと思います。これも、バラ園の中には 1、2、3箇所か4箇所あのプリンセス・ドゥ・モナコはあの植えられていると思います。こちらがあの、ブルーリバーということになります。そうですね、これもあの本当に綺麗なバラです。あの、まあ、プリンセス・ドゥ・モナコの、あの向かい側にあるんですけども、
すごい綺麗な、いわゆるこう紫なんでブルーという名前がついていますけども、ブルーリバーですね。でちょっと噴水へ向かってみますね。このアーチをくぐって、噴水へと向かっております。そうですね、この周りがもうがほとんど満開状態ですね。これがですね、花ぼんぼりっていうバラになります。これは本当に一番綺麗ではないかと思うくらいのバラだと思います。ちょうど満開時に、花が揃って咲くんですね。このバラの感じがですね、とてもいいのだというふうに思います。でこちらはプリンセスアイコですね。これは正直言って正面を飾るメインな位置にあるバラだと思います。これはカオルノという、ごめんなさい、夢かですね、という紫系のバラです。光の当たり方が何とも言えず綺麗ですね。こちらの方へ向かってみます。万葉というバラになります。これがプリンス・ドゥ・モナコということになります。先ほどのプリンセス・ドゥ・モナコと比較しますと、縁が要するに濃い赤なんですね。でちょっとこうくっきりと凛々しい感じが出ているので、男性的な感じがありま す, です、ね、プリンセス・ドゥ・モナコということに、ごめんなさい、プリンス・ドゥ・モナコというふうになります。ちょっとこう立派な感じを受けるバラだと思います。これはそうですね、プリンス・ドゥ・モナコになります。そうですね、みんな朝露を浴びてますので、綺麗に輝いていると思います。もう少し進みまして、これはバラ園に近づいていくことになります。でこれがエンチャンティッドイブニングといって、この周りがみんな赤いバラが多いので、目立つことになりますけども、これもすごいなっていうふうに思います。もうすごい綺麗ですね。でこれが赤いバラと一緒に咲いています。この赤いバラはフルーテっていうふうに名前についてますけども、ちょっと私の感じでは多分フルーツっていうふうなところかなっていうふうに、果物って意味かなっていうふうに思ってますけど、ちょっともしかすると違うかもしれませんけど、この赤いバラとこのエンチャンティッドイーブニングの、紫青いバラがですね、一緒になって咲いているというのが言ってます。でエンチャンティッドイーブニングに関しては、いわゆるこうミュージカルの南太平洋ですね、の主題歌っていうのが確かエンチャッテンとイブニング、サムエンチャッテンとイブニングですかね、というふうな形で都の宵というふうに日本語に訳されてますけど、そういう場ですね。なんとも本当に綺麗だなって思います。ちょっとこれがこれもなんていうか、すごくファンの方が多いんだと思います。この真珠貝というバラですね。この薄いピンクですね、それと花の形っていうんですか、これが何とも言えず美しいんですね。ピエロンさん の, 資料ですか、ブランと比べてみますと、こちらの方がもっと柔らかい感じですね。でフリルっていうか、縁が、花びらの縁がフリル状になっていますから、本当にこう弾力があって柔らかい感じがあると思います。
ですね、このピンクもいいですね。で、このピンクの向こうには赤いバラが咲いております。で、この真珠貝ですねの隣にはこれセンティッドエアって書いてあります。これはなんかクッキーっていう意味があるんですけど、ちょっと、多分スシゲナとかちょっとわかんないですね。ごめんなさい、センティってわかんないです。これはいわゆるオリンピックファイヤーっていう、まあ、聖火ですね。で、まあ、この赤っていうか朱色はオリンピックの赤を表しているというふうに思います。なかなかすごいですね。で、ここがバラ園の正面ということになります。そうですね、もうともかくこれは綺麗だなっていうふうに思います。そうですね、本当に園内全体が満開になっていると思います。今朝6時からやってますということで、早い時間帯に来ることもできるので、ますますいいのではないかなというふうに思います。